一番あの密閉空間であの怪獣2人が戦ったらどうなるか、うん、ね、また後楽園とは違った、そう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 、はい、これはいいなと思いましたし、ここまで良かったなと思います本当に、はい、世界ヘビー級並みに、まあ、本当に新規模ファーストリングはもう崩壊するんじゃないかというご迫力マッチになるというふうに予想されておりましたので、さあ日本プロ視聴者の皆様お待たせいたしました、夢にまで見た一騎打ちが、今から見られます。まず入場してまいりましたブルーマラーズ日野雄二がリングイン、この日の日野さんは相当気合入ってましたね、顔つきからしてなんか緊張してるように見えますね、杉本大輔という存在はね、あの日の友人からしてもやっぱり特別な存在でしょうから、まあ、緊張しますね、まあまあまあそうですね、どんな先輩の相手をしてもね、あの本当ジャイアンのように王者の藤を振り巻く日の友人であっても先輩の相手というのは、すげえな、ちょっといやそういうことかもしれないですね。さあ2冠王者入場してまいります。ゼロワンの世界ヘビー級、そしてダニオクロスの BGM にて世界したときヘビー級のベルトを奪取したときに、これからこの2本のベルトを同時に毎回かけていきたいというふうに宣言いたしまして、本当にこのゼロワンのリングでダニオのストロングの最高峰であるストロングヘビー級をかけてタイトルマッチを行うという関本大輔です。胴に巻いているのが世界ヘビー級、そして右手に持っているのが BGNW って世界ストロングヘビー級のベルト、まあ、ここに加えて現在関本大輔は BGW のタックのベルト、まあ、あの世界タックのベルトですね、世界タック、はいはいはい、全日本の世界タックのベルトも保持しております。なんで持ってんの、いやでも関本さんがベルト1本も持ってない時期ってほぼないんですよ、何か落としたとしてもすぐ何かのベルトを持ったりするんで、で多い時にはそれが3本4本ありますよね、常に何かしらのベルトを持っているチャンピオン中のチャンピオン関本大輔、しかしその関本大輔と真っ向勝負をやってそのベルトを引っ張らすことができる人間となると世の中限られてまいります。その可能性を秘めている人間が今右側に立っております、日野君です、はい、試合に勝てばもちろんいずれのベルトもヒーローは初奪取となります。僕らの世代だとこうやっぱこういう試合を見ると、はい、ハンセン・アンドレセンとかね、ああいうのやっぱ思い出しちゃいますね、体のでかい者同士の真っ向激突となると、菅原さんの世代だと何になります？僕の時誰だろう、でかいの体のでかい者同士がガン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 、誰だろう、記憶に残ってる、記憶ないっすね、あじゃあ割とじゃあこういう試合自体を、はい、あまりそうですね、それは衝撃的だったでしょうね、いやすごかったっすよ、うん、さあ開始のゴングが鳴らされました。試合は30分1本勝負で行われます。この2人のシングルマッチは6年ぶりでございまして、3回行われていて3回とも2012年に行われているんですね、これね、そうなんですね、はい、2012年7月8日に、会員道場の千葉大会で初の一騎打ちが行われ、その時は関本選手が、ジャーマンスープレックスで勝利と、その後、同じ2012年の10月7日札幌で、会員道場のチャンピオンオブストロンゲスト系のベルトをかけて行われましたが、18分40秒両者 KO で決着をつけようっていって、延長戦やったんですが、延長戦も1分52秒両者 KO、勝負がつかずと、決着つかず、そして11月13日後楽園ホール海援隊道場の後楽園で行われて、同じくチャンピオンオブストロンゲスト系のベルトをかけて対戦、その時は日野雄二が21分19秒ジャーマンスープレックスで勝ち王座防衛に成功、1勝1敗1分けのまま6年間空いた、6年ぶり、6年間この試合を、ね、まあ、寝かせたというか、行われずに来たんですね、はい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 、まあ、タッグとかでは何度か当たってるんでしょうけど、シングルはもちろんそれ以降やってないという、
勝ったのはいずれもジャーマンスープレックスです。ジャーマン、はい、うん、どちらも得意としているジャーマンです。うん、さあそのジャーマンもどちらが先に出すのか。3回叩いてロープレイクです。叩くだけでもちょっと痛いんじゃないか。痛いっすよね。嫌がってますね。ちょっと痛かった。まあ両者非常に共通点がね多い2人でございます。先ほども申しました通り得意技がジャーマンスープレックス、そしてチョップではもうどちらも引かない、はい、パワーもあると、はい、投げ技もありということで、背丈は若干日野裕二の方が高いんですが、ただこう何ていうんですか、首から肩にかけての筋肉の量は関本大輔すごいですね。すごいっすよね。僧帽筋やらヘッドロック外しません。この時は本当に、まあ、このカードに対する期待感が大きかったので、もう1秒でも本当見逃したくないというお客様の姿勢がギリギリ伝わってきて、本当にみんな僕この引きのカメラの隣で見たんですけど、みんながこう、やっぱ前のめりになって、はい、前傾してそう、はいはいはい、全体的にお客様がこうなってるんですよ。なるほど。こういう風景ってあんまり見たことないなと思って、落ち着いてこうふんぞり返ってるような感じで見てる人は一人もいないんですね。すごいな。それぐらいやっぱりこうリング上に目を引き気持ちを引きつけさせるものが2人にあるという、しかもこの序盤の段階でそれです。はい、このヘッドロック一つにしても、あれっすよね、大ちゃんもすぐ外さないと、長くはこれかかっていられないですよね、はい、まあ日野裕二のこのぶっとい腕で決められたヘッドロックを切り返すっていうのもすごい話ですね。さあこれ切り返しました。切り返した、はい、関本がヘッドロックです。まあ、この辺レスラーやられた技でやり返さないと気が済まないという。さあ今度は日野がこれを外すことができるか。背中とお腹をバチンと叩きロープを飛ばそうとしますが関本が飛びません。ヘッドロック離さず、嫌ですね。これもう見てるだけでなんかもう頭がいくほど痛くなってる。辛いですね。辛いですね。ちょっと頭痛がしてきました、だんだん。菅原さん、これ何分ぐらいから見てました？これ僕どれぐらいだろう。まあこの時点ではまだ、まだいなかったですね、はい、まだいなかったです。ということはこの辺は、現場で 見てないし、見てなかったです、ね、なるほどなるほど、はい、こんな感じでしたよ序盤は。いやー菅原さん、怪獣が吠えてる声だな完全に。人間のものじゃない。そう、そう、人間の音声じゃないですよね。2人ともさあ今度はリストロックに行きます、この腕でリストロックです。大輔、うわさあ左のリストを取られてにもかかわらずそれを切り返そうとする関本大輔。さあ手四つになる、うわぶつけ、この日の友人の表情、血管切れちゃうよ。血管切れますよね、もう一回ショルダー。いつもでしたらこれ関本がこれをやったら日野がこれをやったら相手が吹っ飛んでいくんですが、どっちも吹っ飛びません。そして手四つ離さず、おーどうした。さあ日野が押しました。膝をついたのは関本の方。
それしかし下からさあ押し返そうとします。押し返した。おそしてそのまま関本が押す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 。ご覧ください、この関本の肉体、これをご覧ください。この筋肉ご覧ください。人間ではありません。いやうおー、しかし日野も押し返す。負けてない、負けてないですね。ラットショット、チョップ、シャラクサイとばかりに右腕を振るった。そうなると関本ももちろんお返しですね。お返しですよね。すげえ音すごい音ですね。これがまたあの新規模ファーストリングに響いてですね。いやまあ本当大会場だと拡散してしまうようなこの、はいはい、ね、あの衝撃音なんだけど、それこそ新木場 の本当壁にもう跳ね返って反響を出して、うん、そういう聞こえ方でしたね、この時は。わお本当やべえ、本当やべえっすよ、本当に。これほどの胸板をしてるわけですから、ちょっと出す方も痛いと思うんですよね。いや手もそうですよ、ね、ですよね、はい、なのに何発もやってるんですかね、この2人はね。ダックル、どちらも倒れない。笑う。さあ注文つけます、来いよと。さあお互いロープ飛ぶ、吹っ飛ばされた。しかしロープの反動を利用して倒したな、関本大輔。そしてホエール、エルボー。あの直接キャンバスに何か衝撃が来るような技出してほしくないですし、心が壊れるんで本当に壊れちゃいますね。だからこれ一応このカードが決定した後に僕一応あの翌日の2月3日になんかイベント入ってないかどうか一応確認したんですけど、まあ2月2日で新規模ファーストリング壊れたらできなくなるんですけど、一応確認はしたんですけど、ね、その心配までしてくれたんです。いやしました、本当にこの2人のことですから。暴れ回った結果本当に新規模ファーストリングという建物自体がね、崩壊しかねないので、2人の大怪獣が暴れ回っております。すごいな。そしてこのキャメルクラッチ、もう厳しい。もうすでに関本の胸板真っ赤です。さあどうする、足のロックを外してそのまま四つん這いになる。しかしこれはスリーパーに移行しましたね、ロープ近い、はい、あのまま持ちを上げようとしたんですが、その前に関本が動きスリーパーに移行したためエスケープいたしました。さあここは関本が優位に立ちました。ここから攻めに転じることができるでしょうか。ストンピング一発放ちます。そして背中へのチョップ、ブレンバスターを狙います。簡単には持ち上がりません。それどころか逆に持ち上げようとする日野。さあリング中央のブレインバスター合戦、どちらも重い肉の塊です。キャンバスが、うわやっぱ2人ともこれだけ体重あると、はい、一発の投げ技がのダメージがでかいですよね、うんうんうん、でかいです、自分の体重もね、はい、ここに乗りますもんね。そしてボストンクラブでスタミナオーバー作戦に出ました。まあ、考えれば日野雄二がこういうオーソドックスな攻めで姿勢に回るってあんまないですよね。あんまイメージないですよね。イメージないですよね、はい、だいたいオーソドックスな攻めが通用しない人間ですから、それがこうやって逆エビでやられること自体は本当に珍しいです。いやだ
か今日ね視聴者の皆さんこれ本当世にも珍しいですか世にもあまり見られない試合を見てることになりますからね。通常見ている関本大輔の試合、通常見ている日野雄二の試合とは違うものが今展開されております。じゃあここはプッシュアップで、うん、前足もう前足でロープエスケープ、うん、さあすぐには離しません。あんな時うわーとかってやるやるですよせっかくエスケープしたものからうわーって聞こえてくるっていう最悪ですよね。さあちょっぷり力が入っておりません。ちょっと腰に効いてるか、腰来てますね、来てますね。日野雄二が腰を攻められるっていうシーンは見たことないなあ。さあ座り込んだ日野にチョップを放ちます。イニシアチブを握ってるのは今のところ関本大輔。さあトップロープを伝って立ち上がりますが、どうやら腰に来てる模様です。日野雄二肩で息をしている日野雄二というシーン結構効いちゃってますね。うん、おおしかしここで後ろに手を組みます。得意の意地を見せるシーンですね。ノーガード状態で関本のチョップをもらえます。もう一発、しかし倒れない。さあうなずいてチョップ、これまでやられたものを一発のチョップで帳消しにするという、いやおおっと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 、関本が膝をついた。これどうでしょう、重さでは日野雄二ですかね。いや日野くんの方が重そうに見えますね。ですよね、音もやっぱ、だけどやっぱり関本大輔はやっぱ引けないんでしょうね、もうチョップでやり返さないとという。あー来た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 、さあ胸板だけではないですよ日野雄二のチョップは。ありとあらゆるところから飛んできて、ありとあらゆるところを攻めます。最近見せないですけど、過去にはあの相手のモモにチョップ入れてます。モモーチョップって言ってたんですよ、ローキックじゃなくて。そんなのあるんですよ、最近出してないですけども。あのローチョップ本当に食らった人間のお立ち回ってましたからね最悪、もしかするとこの試合でも解禁されるかもしれません。笑っております、笑っております。日野雄二、自分のチョップを食らった人間のお立ち回るのがもう見たくてたまらないという。そしてスリーパーホールド、先ほどのお返しです。さあ先ほどまで本当つい3分ほど前でぐらいは関本大輔が優位だったんですが、この辺りは日野雄二が、はいはい、さあスリーパーホールド、ちょっとさあ目線がこの腕で締められます。いやいやいや、腕というかもうすでに前足です前足で締められます。はい、前足スリーパー、あー徐々にさあ徐々に沈んでまいりました。もちろん気を失ってしまったらそこでレフリーストップ負けです、ね、はい、レフリーストップでも当然王座は移動いたします。ちょっと目をひんむいてますね。大丈夫ですかこれ。やっぱね、あの息上がった状態のスリーパーって結構効きますよね。序盤のスタミナがある時点じゃないですもんね。はい、ああ関本がちょっと目が、はい、あと1回垂れたら負けになります。さああと1回、おっと外した、日野が外しました。あのままいけば3回垂れてね終わっていたかもしれないのに、やっぱがっちり取りたいんじゃないですか。そうでしょうね。セントーン
意識朦朧としてると ところに戦闘ですからね。いやこんなでけえの降ってきたらやばいっすね。いやいや嫌ですよ本当に。いやー力技で抑えられる関本大輔、本当にそう見られるシーンでありません。チョップ関本返せという声が飛んでますが、まあ、返せるものなら返したいところ、しかし返せません。対角線足を出す、しかし近距離ラリアット放つ、そこから日野スープレックスいくか、日野、いやしかしいけるかいけるか、強引に持っていった、こちらも結構投げ技得意っていうのもまたすごい話ですよね。このデカさで当て技だけじゃないですよね。いや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 、おバックブリーカー、いやー窮地の関本を救ったのは非常に古風な技、結構腰反っちゃってたから日野くんですよね、聞いてると思いますよ。ここでバックブリーカーを出せるあたりが、まあこういうようなこう古めかしい技もしっかりちゃんと使えという小鹿さんのね教えをちゃんと守っております。やっぱり、ね、昔からある技って理にかなって、はい、そうですよね、そうですよね、うん、そしてさあアルゼンチン担いだ担いだ担いださあアルゼンチンバックブリーカー日野裕二を稼ぎました。さあ日野の巨体が真っ二つにされるか、お、これをスリーパーいくか、さあ頭をはたいて頭にチョップですね、頭にチョップ、そしてなんとか脱出、なんという脱出の仕方、あーすごいラリアット、相手をロープに振って帰ってきたところカウンターのラリアット、まさに成長ウエスタンラリアットですね、ハンセンがやっていた、スタンハンセンのウエスタンラリアットがこの男に継承されているという、あダイビングボディープレス狙いましたがカットいたしました関本大輔、しかし先ほどラリアット相当効いてるはずです、ならば気合を入れて自分の体を動かすしかない、これはきついな、なだれ式はなだれ式、これも自分の体重がねあざとなりますからね、いけるか関本、いくな、行かせない、よしよしよし、うわすごいヘッドバット、いや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 、そしてスプラッシュ1回1回1回いった、うわカウント2、独特のフォームからのスプラッシュ、あの高校時代レスリング部だったんですけども、はいはいはい、高校時代からあのフォームだったらしいですよ、高校時代からあれは変わってないんですって、そうなんですか、違う、なんでレスリング部であれを出すのか反則ですよねだからあのプロレスごっことかで出したと思うんですけど、その時からあのフォームだって言ってましたね、あれですよね、ブラザーとかと一緒ですよね、高校、あ、そうですそうです、あの南京都です、ラッセ、そうですそうです、サッタック、はい、あの辺みんな同じレスリング部でしたからね、ショルダースルー、バックボディドロップでなんとかこれを切り抜けました関本大輔、まだ吠える、あれだけやられていながらまだ吠える関本大輔、ラリアット相打ち、どちらも倒れない、しかしふらついてる、しけ、いやすげえあの本当に客席からすげえっていう声が、走る、ありがとう、倒れた、右腕で会話する2人、もう一人立てこの辺はもう菅原さん見てましたね、いますか、はい、当然ね、その日野選手を最初応援していたと思うんですけど、試合が進むにつれて、だんだんもうなんか試合に見ちゃってるじゃないですか、そうなんですよね、お客さんと同じ感覚、いや、そうなっちゃいますよね、はい、それあとあの現場でもセコンド陣のあれ見てて思いましたね、これ同業者の同じプレイヤーが見入っちゃってるなって、はい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 、ドッキーも見入んなくていいのに見入っちゃってる、はい、お金取りますよ
本当に。であの今の両者なんとかでこうセコンドがバンバンバンってやるんですか、ちょっと大きいも、本部席をあの技術でバンバンバンって叩くんですよ、かすかにあのゴングが鳴った音が聞こえちゃうんですね、あれ良くないですよね、罰金ですね、罰金です、本当試合が続いてるのにかすかにあのゴングを叩く音が聞こえちゃってるっていうのがあるんですね、最悪じゃないですか、罰金だもん、けどオッキーも興奮してこうこうやって叩いてるんですよ、本部席を抑えきれないですね、抑えきれないです、よし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 、立った立った、さあ両者ダウンから立ち上がりました、まだ試合は続きます、あ至近距離からの右腕ラリアット、それを食らった関本が同じ返答、おっとっとっと、ぐらついた、昨日がぐらついた、いやー普通常識的に考えたら2人がこうやって立ってること自体がもう信じられません、スーパーヘビー級の技を食らいまくってる2人がまだ立って、そして右腕で会話し、なおかつそれでまだ倒れないという、さあいけるか、日野いけるか、右腕に気持ちを込めて、これもあれなんですね、よく見ると胸板でしたね今ね、だからもうチョップとラリアットがもう、そうですね、合わさっちゃってるんでしょうね、感覚的にチョップ感覚でラリアットを放ってるような、すごいな、止まらない止まらない止まらない、わわわわ、あお互いを支えて、うわ、まだやってます、まだやってます、条件反射のように相手が出すともう自然に体が動いちゃうみたいですね、もう負けたくないですよ、負けたくないんでしょうね、腕を貫いた左腕、左腕が残っていた関本大輔、レフトハンドラリアット、しかし自分もホールいけません、うわ、果たしてこの試合今の時点で何発ラリアットが出たか、あカバーに行けない、立つしかない、日野はまだ大の字、立て立て立て、さあチャンスではあります、関本大輔チャンスではあります、何を狙う、ファッキンボムと宣言、ファッキンボムと宣言しました、日野の得意技ファッキンボムを先に、関本が出した、そしてキャンバスがまたしても揺れた、これは過去3回のシングルでもこういったシーンは確かなかったと記憶しております、日野裕二のファッキンボム、さあ残り時間5分、あっという間の25分、さあ残り5分で勝負を決することができるか、関本大輔が起きて破りのファッキンボムです、日野くん聞いちゃってるね、聞いちゃってますね、動きが落ちちゃった、もうスタンプ技は全部自分の体重で、おーっとっとっと、ジャーマン狙う、さあ世界一のジャーマンスープレックスを狙います、一度はこの技で関本大輔からスリーカウント奪っている、しかし関本がトップロープにしがみついてる、絶対これは食らってはならないとばかりトップロープにしがみついてるんですが、離す離す、力で離す、力で離そうとしている、持っていくか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 、ジャーマンスープレックス、しかもブリッジ、うわすごいブリッジ通常ああいう場合ってのロープに掴んでるとこう後頭部とかでエルボー入れてね、打撃で放つもんですけどね、無理やり引き抜きました、引き抜きで今外しましたからね、恐ろしい、こんなことがありえるのか、しかもそれをなんとかカウント2で返しました関本大輔、完璧な世界一のジャーマンでしたが、さあならばとファッキンボムを宣言、ファッキン打っていけない、関本の後ろから狙ってる、ジャーマン狙う、関本のジャーマンスープレックス、こだわりのジャーマン、ひどい決めた、カウント2、こちらもカウント2止まり、残り時間あと3分、やばいやばい時間ない、いやー、日野の世界一のジャーマンも決まらず、そして関本大輔のマッスルジャーマンも決まらず、どちらもスリーカウントには至らない、
さあ秋のコール、関本コール、混然一体となっている新規模ファーストリング、バトルオブスーパーヘビーウェイト、まだ勝負がつかない。さあこのリストクラッチ式狙います。あの鈴木秀樹からスリーカウントも奪ってるリストクラッチ、しかしこれは当然日野も分かっている。行かせない、日野が行かせない。これは食らってはなりません。日野ちょっと、いやエルボーだ、肘鉄のようにバックエルボー。さあファッキンボムいけるか。残り時間2分だ。28分が経過いたしました。世界ヘビー級ビジャミ認定、世界ストロングヘビー級二冠選手権試合、チャンピオンは二冠王の関本。その関本にファッキンがいけない、いけない。ラリアを倒した、打ち勝ったな関本。踏み込みが早かった、フォーリーク、カウント2。一歩踏み込み早かったですね、関本選手。しかし日野も返す、日野も返します。日野もスリーカウントには、スリーカウントは許しておりません。いやこんな姿見たことない、見たことない。日野雄二のこんな姿本当に見たことありません。マシモケンゴ相手にしてもこんなシーンはなかった。持ち上げた、持ち上げた、バーボン持ち上げた。さあフォーリック、体を預けるよりフォーリックがカウント2。左肩を上げました関本大輔。29分が経過、残り時間1分です。さあ60秒の中でスリーカウント取らなければ勝者はいない。日野先行け、日野先行けという、さあ先に行けるか。よしよしよし、先に動いた方がこれは勝負を制するでしょう。先に動いた、日野が動いた。ああ、しかし回ってきたのは右腕、どちらも右腕、そしてどちらも崩れ落ちる。すごいとしか言いようがない。すごいしか言えないですよね。プレイヤーである菅原さんが見てもすごいとしか言いようがない。そんな試合、プロレスラーが見てもすごい試合、ファンが見てもすごい試合、誰が見てもすごい試合。座り込んだままのラリアット、覆いかぶさる。残り20秒、残り20秒。さあ大技を一発出せばスリーカウント取れるぞ、取れるぞ。どちらが動く、どちらが動く、日野が動く。よし、日野が動きます。いけ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 、座り込んだままラリアット、しかしもう力がない。関本まだこの力、日野いけ、座り込んだまま、うわー、ラリアット覆いかぶさったのは関本。しかしスリーカウントになる前にフルタイムを告げるゴング。そしてこの拍手です、この拍手です、万来の拍手。うわあ、本当は解説とかしなきゃいけないんでしょうか。いや、いいんです、これでいいんです。皆さんのコメントのように、はい、うわーとかおーとかそういうものですしか出てこないんですよね。いや本当ですね、行き着くとそうなっちゃうんですね、やっぱね。どんな言葉ももう追いつかない。はい、いやいや、逆に言葉にした方がチンプリーですよね。それでいいんですよ。すごい、すっぽんヘビー級って言いましたよ、すっぽん。大きいわ、罰金だよ罰金。今日罰金いくらになってるかって話ですよ。もう2桁はいってんじゃないですか。もう本当これ今ちょっと無音になってるんですけども、現場の雰囲気を言うとですね、本当になんていうか、もう本当こうなんていうかな、もう豪雨のような雨の音でしたね、拍手が。あのファーストリング上にね、あの雨が降ってた時よくこう、ね、ザーッパチパチパチって音がするんですけども、本当それが大きな音になったかのような拍手でした、これ。そう、うちの場合、タイトルマッチも30分に交渉っていう、日陰のが防衛、そうなんですね。1個開けてほしいわ、日野くんにこれ。いや、ほんと、2つか1つか、ね、それいいかもしれないですね、ね、それね。いや、確かにそうだわ。こんな試合やってフルタイムだったら、ほんと1本ずつした方がいいかもしれない。すごい。いやー、ほんとこれ、拍手が鳴りやまなくてね。まあ、よくね言われるそのスタンディングオベーション、もちろん皆さん立つわけにはいかないですけど も、気持ち的には本当スタンディングオベーションになってて、
拍手もここじゃなくて、本当上だって、上だったんですよ、みんな。最高っすわ。この後しゃべるというね。前にも言ったと思うけど、自分が高校生で、まだファンの時、第二のオンプロスに行ったら、放送の規制で、常に目に張ってて、一番印象に残って、一番かっこいいのが、桃田選手です。それと、その人と今こうやって、時間切れまで戦えて、だから自分もこの野郎、人間としてのレベルがアップしていったというか、なんかもう、なんつうか、関本さん、大ちゃんやめて、とりあえず今日は関本さん。一応先輩がね。あんたはやっぱり高い壁がええ一発でちょっとは思うんだよ。またまたやりましょう。しばらくしてくれね。俺も体が持たねえよ。すごいですね。関本大好きに体持たないって言わせたという。うん、もう一回やろう。だけど今すぐじゃなくて無理だと。体が持たないと。いつ誰を相手にしてもね、今すぐやってやるって言い続けていた二人が今できないって言ったんですよね。しばらくしてたらね。ゼロワンを盛り上げようとメインで戦った。二人ともすごいゼロワンを愛してるからこういうことができるんだと思う。来月ね、3月3日ゼロワンの終了ですよね。自分はね、まあ、これに前にもっとゼロワンを愛してるっていうなんか話してきますよ。あのね、ほんまに昔変態道場っていうね、言ったんですけど、まあ選手はええやつらが多かった。でもね、正直尊敬できる選手っていうのは、あ、言っちゃった。ないかなと。ね、最近辞めたあの代表はね、全然あのリサイクルしちゃって面白い、でもね、その後、いろんな団体行きました。フリーとして、ほんでゼロワンに来て、本当にね、みんな温かいというか、選手はね、ガツオとのものなんて本当に面白いですよ。そしてこんな真面目やけども、リング上では、でもね、酔っ払ったらね、おっぱいと言ってるんだよ。本当ですか、本当ですか。それおっぱい好きでしょ。そうなんですよ。いや、好きでやってもそのまま言うかどうかちょっとまだ別ですよ。それお酒の席での話ですか。日常ではなかったですね。僕はバラしたんです。元さんもこんなに一緒なので、めちゃくちゃ面白い。こんなところでバラされちゃった。すごい人で、
ね、いろんな話を聞いてくれる。で特に田中さん、あのリング上ではこんなに強くて、ね、年もすごい上、レジェンドですよ、ね、キャリアもすごい上、こんなにリスペクトできる人は今までいなかったんですよ、ね、だから、オッキーさん大好きよ。こんなゼロワンがね、今いろんな団体があった中で自分一番好きなんですよね。これが自分のゼロワンに対する愛ですよ。なんでね、もし皆さんが良ければ3月3日周年で自分はメインに上がりたい。そして田中さん、周年盛り上げませんか。後楽園で今の戦い見たらめっちゃワクワクするよ。ありがとう。こういうことずつしかできへんかもしれんけども、シングルやらせてください。お願いします。やっぱりあの試合見て興奮したんでしょうね。いやそうですね、ちょっと声上ずってました、ね、テンション上がってましたね。テンション上がったんでしょうね、いやー本当プロレスラーのね、本当心も揺さぶるような試合を見せた後にこのゼロワン愛ですよ。うん、日野選手、そうだからね、日野くんとかね、団体の人間じゃないけどとか言うけど、うん、やっぱ愛がすごい感じるんですよね、はい、ゼロワンに対する、はい、うん、まあだから本当所属はね、もっと悔しくないと嘘ですよ。はい、そのポジション自分が取ってやるんだっていう、はい、はい、うん、愛は日野くんの方がでかいと思う。愛の大きさだって所属無所属関係ないですもんね。関係ないですからね、その人の気持ちの持ち方ですもんね、はい、だそこでもやっぱりこう各選手が張り合っていけばね、全体が本当にアップしていくと思うんですよね、はい、いやけどこれ、まあ、あのメインの勝者はいなかったですけども、本当にもう多幸感に満ちた空間で、最後もねこの4人で一緒に